王子生協病院は、東京北都医療生活協同組合が、東京都北区都島に設置する病院。1948年、戦後の後輩と貧困の中、自らの医療を確保するために労働者を中心とする、この地域の人々が、お金と運動を、持ち寄り医療従事者と組んで、王子生協病院の前身となる労働者クラブ、診療所を開設。二千二十年五月現在、 百五十九章を備える。救急国事病院であり、二千十七年度の救急搬送受け入れ件数実績は五百八十一件。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院で、病院評価結果は、サード G、バージョン二点零。全日本民主医療機関連合会に加盟している。医師、歯科医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士。 臨床検査技師といった多職種による糖尿病に対する専門的解説を行い個別の質問にも応じている。病院の理念により差額ベッド料を徴収していない。院長の挨拶。王子政教病院。2020年5月15日閲覧。救急国事医療機関一覧表。東京都福祉保健局。2020年5月15日閲覧。病院概要。 王子成協病院。2020年5月15日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年5月15日閲覧。全日本ミニ連事業所一覧。東京都。全日本民主医療機関連合会。2020年5月15日閲覧。遠隔。東京北都医療生活協同組合。 2020年5月15日閲覧。ABCDEFGHIJKL。東京都医療機関案内サービスひまわり。東京都福祉保健局。2020年5月15日閲覧。糖尿病教室のご案内。王子生協病院。2020年5月18日閲覧。トップページに表示。王子生協病院。2020年5月15日閲覧。 ありがとうございます。